ホンダ CBR ホンダ CBR600RRCBR600RR はホンダ技研工業が2003年から製造を販売している CBR シリーズに属す排気量 600cc クラスのオートバイである排気量 599cc2003 年2月に CBR600 回 4i の後継車種として発売された ほぼ同時期に開発された、モートジッピーレーサー RC211V に近い考えや構造が多く採用されており、特に挙げられるのは、RC211V と同じ構造のフレームや、センターアップマフラーの採用などによる、マスの集中化と呼ばれる、重量配分や、ユニットプロリンクサスペンションの採用により、高い運動性能を持つことになったことである。なお、 スタイルも RC211V に近いイメージとなっている。名称の RR が示すように CBR600K4i よりもレーサーレプリカとしての走りやスタイルに重点が置かれているため収納スペースの少なさや足つきの悪さ、乗車姿勢の前傾のきつさ、整備性などについては割り切った設計とされている。日本仕様も遅れて発売したが、 メーカーの自主規制により公開転域のトルクが大幅に絞られており、日本国外仕様から最大トルクで 65.8nm 11000rpm から 51.0nm 7500rpm、最高出力で 117ps 13000rpm から 69ps 11500rpm へとそれぞれ下げられている。 ST600 クラスのレース用として保安部品を取り外したレースベース車も販売されている。レースベース車のエンジンは日本仕様と同様の出力となっている。なお欧米では CBR600 回シリーズも継続して併売された。2005年にはシリーズ初のフルモデルチェンジが行われた。 CBR-1000RR 譲りの倒立フォークと、ラジアルマウントキャリパーの採用、RC211V と同様の、ユニットプロリンクサスペンションのリンク構造変更、シャシーの大幅な軽量化が特徴となっている。また、カウルデザインが、少し変更され、より RC211V のイメージに近いものとなった。2006年9月7日、エンジン。 車体などすべてを刷新した2007年型 CBR600RR が欧州、北米で同時に発表された。徹底的に軽量化され、乾燥重量はクラス最軽量の 155kg。電子制御式ステアリングダンパーやラジアルポンプ式マスターシリンダーなども採用され、サーキットだけでなくワインディングも今まで以上に楽しめるハンドリングを実現している。 ホンダモーターヨーロッパでは欧州向け2007年モデルを発表。エンジンをコンパクト化するだけでなく、マスへの集中をより改善しつつ、新設計のアルミダイキャストホイールやカウル形状変更などにより、乾燥重量 155kg という画期的な軽量化が施された、全く新しいモデルとしてリリースされた。これにより、 コンパクトで軽快なマシンとして高い走行性を実現しているという。日本では2007年5月9日に同月24日より発売と発表された。2007年10月22日2008年型 CBR600RR を発表を。主な変更はブラック塗装だったスイングアームがブラックアルマイト処理となり質感を向上させた。また、 一部カラーのミドルカウルカラーも変更された。また、同時に、期間限定受注生産のモデルとして、モートジッピーに参戦中のコニカミノオルタ、ホンダチームのチームマシンカラーリングを施した、CBR600RR スペシャルエディションを発表。2009年2月17日に、ABS 仕様、CBR600RR、ABS 並びに追加外装。 ブレーキ変更を伴うマイナーチェンジを実施。本モデルより馬力規制が撤廃されたことを受けて、エンジン出力が 78PS12000rpm5.3kgm1000rpm となった。2012年には行動向け装備を取り外した上で、レース向けセッティングを施したレースベース車が台数限定で発売された。 2013年3月12日、日本で発売される新型 CBR600RR を発表した。外装は一新され、逆スラントのヘッドライトとなり、テールランプは先代モデルの別体型から一体型となった。機構も先代モデルからほぼ踏襲されている。なお日本仕様は2016年にレースベース車を除いて生産終了となった。 ありがとうございます。